水が、お水来てるってことはめっちゃ辛いってこと。そうです。あ、はい、島さん、うおー、また、うわー、鬼びっくりラーメン、うん、これ総社市にある木の城の近くですね。鬼びっくりラーメンというところに今日は来ました。はい、こんなノリ今までなかったです。やったことない。今日はこちらに行きます。この全く同じの名前で木の城っていうのがあるんですよ。でもまあいろいろあるんでしょうね。鬼の城ということで、はい、今日はこちらに行こうかなと思います。閉まってる？おー、いてる。来ましたね。やば。何に対してだ。そうだ。かき氷なんか結構。よくこ。ああ。これで。いいですか。うん。この鬼びっくりラーメンの、はい、醤油味で。醤油味で。お願いします。辛さが選べれるんですけど。今日はもう貸し切りみたいな。今日は僕らみたいな。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。今日もがっつり行かれる感じで。今日はね、ニッパと疲れた。お疲れ様です。これも鬼の、鬼、普通の醤油。普通の醤油。と焼き飯。うん、美味しいですか。うんうん。これ好きやわ。水がお水来てるってことはめっちゃ辛いってこと。そうです。あ、やば。なんかね、辛いやつだったんですね。なんかお水頼んだかなと思って。でガムもね。うん、はい。うわあ。見てください。今日はこちらいただこうかなと思います。このところ鬼なんだろうね。ちょっと麺いただき、ごめんなさい、鬼ヶ島さん。おお、またうわー、これうわない。即答だけど、うん、無理な辛さじゃないですけど、うん、まあまあ辛いですよ。もやしもね、まあまあいい量で、あ、やばい、なんか衝撃かなみたいな。
チャーシューになってます。いただきます。うん、あ、おいしい。麺はね、完食したんですけど、結構もやしがだったら多分超切ったらあります。うん、めちゃめちゃ美味しい。大丈夫ですか、はい、ごちそうさまでした。どうでしたか今日は。いやお腹いっぱい、ね、いろんな意味で。いやでも今まで食べてきた辛いラーメンの中では比較的食べやすいやつでしたね多分これ、うん、辛口じゃないですけど激辛とか超激辛したら大変なことになってるところですけど、まあ、実は鬼は優しかったということで、ごちそうさまでした。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、総社ラーメン鬼の城というところに、お邪魔させていただきました。こちらなのですが、鬼びっくりラーメンが有名ということで、まあ、この鬼びっくりラーメン見た目からしてね、かなりもう激辛じゃないかと、いうわけで、今回は普通の辛さをセレクトしましたが、まあ耐えれる辛さでしたね。まださらに、なんかもう2段階ぐらい、辛さのレベルがあるそうなんで、多分かなり、想像もつかないぐらい辛いかなと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。はい、こちらがね、住所になってます。営業時間もこちらになってます。定休日もこちらになってます。祝日の場合は翌日というわけになってます。はい、というわけでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。